なんでやねんなんでなんでこんなに悪い方向に思ったことが当たっていってまうんやなんでなんやこれはおかしてないか ?1 ヶ月前まで借金5行ったらもうほぼ終わりですよと言ってた矢先借金5ですわ2試合前に言いましたもう毎日言ってるかもしれん,やん借金3までであれば1カードで 返せる。でも、借金5になったら、1カードに2勝1敗しても、1個しか減らないんですよ。これを5カードやらないと返せないんですよ。1ヶ月に言ったら。もう半月ですよ。昨日も言いましたけど、借金5、抱えるチームが2勝1敗でいけるんかと。5カードの連続で。無理なんですよ。それでどん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 、借金が重ねていって、ほんで気づいた先には、10とか、20とか。 もうほんまに取り返しの使いになってるんですよ。ゆたっとラはい、改めまして、どうも、ゆたっとラの村長です。今日もよろしくはい、えー、ちょっと告知にはなるんですけれども、えー、今回、あの、メンバーシップを始めさせていただきました。えー、この概要欄のリンクにも貼ってあるんですけれども、ま,あ、まず、えー、まあ、安いプランと、あとはまあメンバー限定の方の見れる動画のこの二つにしました。 まあやっぱり、この普通のこのね、チャンネルで誰もが見れるところで、まあやっぱり、僕もね、あのー、まあ言葉選んでとか、まあそのいろいろ工夫しながら、やっているつもりではいるんですよ。まあお前、まあ、そんな考えてないよろっていうふうに思う方もいるかもしれないですけど、まあでもあとはそのメンバーシップの中の、まあお金を払ってもらってね、えー、見ていただくチャンネルの中に、えー、メンバーの方限定の動画っていうのを、 出そうと思って。まあ、これはもう僕の考え、思想に合ってる人だけでいいと思います。見ていただくのは。と思う、まあ、はっきりともの申す動画も、まあ、そのメンバー限定の動画で出していこうかなと。思いまして、今回、まあ、そのメンバーシップを始めさせていただきましたんで、えー、まあ、皆さん、あの、強制的に参加しろとは私は言えません。はい。あの、お金を払っていただくことになるんでね。 ま、だから、ま、もし、あの、ま、こいつの、なんか、なんか本音の話とか、ま、言葉選ばずに、はっきり物申してる動画見たいなと思ったら、え、それを、ぜひ、登録してください。まあ、あとは、えっと、もう一つのプランの方は、ま、もうメンバー限定の方で、え、毎日毎日このコメントいただける方とかにね、え、返信していこうかなと思いまして、作らせていただきました。皆さんぜひ、メンバーになるボタンを、ポチッと、 押してくださいよろしくお願いやまあちょっとね2日連続ちょっと、あのーまあ、飲み会がありましてまあなかなかねこのちょっと酔っ払った状態であの話すのはいささかねあの視聴者の方にどうなのかなと思いますけれどもまあ別に酔っ払ってはないですあの顔が赤いだけなんではいまあちょっとこのままね話していこうかなと思いますけれどもまあ今日は5月の18日横浜戦まあ昨日ね上げた動画で カツナ監督、石橋選手と侵入してくれませんかっていう動画を上げさせてもらいました。まあ、あの、上がってきたタイミングもあるし、まあ、このチーム状況もあるから、まあ、今日石橋選手がね、スタメンやったのはあれだったんですけれども、まあ、なんか昨日上げた動画で、まあ、その次の日に石橋選手を使ってくれたのは、なんか僕のこの念が、えー、通じたのかなっていうふうに思って、まあ、ちょっと嬉しさはありました。えー、まあ、その中で、まあ、今日もね、えー、まあ、ロークスコアの展開でも3対2で負けた試合なんですけれども、まあ、まず、まあ、 一番の敗因としては、やっぱピッチャーの中川投手にホームランを打たれたというところが、まず第1個目の敗因やと思ってます。で、まあ昨日みたいにチャンスをたくさん作ってるわけではないですけれども、まあやっぱ1回にこの2アウト1、3塁のチャンスを生かせなかった。で、向こうに3点取られた後に、まあ5回にね、岡林選手のタイムリー、で、宮内選手の犠牲フライで、まあなんとか、1点差まで積み寄るっていう攻撃までやりましたけれども、まあ、 力及ばずというところで、ええー、まあ、まず注目すべきは、まあ今日のね、この9回ですよ。ったっと裏。今、まあ、先頭、板山選手が、まあ、ショートゴロを打ちましたと。で、まあ、ショートの、まあ、京田選手が、えー、ファンブルして、まあ、板山選手がね、出塁したというところで、まあ、ノーアウト1塁ですね。1点差。で、その前の回、松山投手がなんとか踏ん張ったというね、えー、ところで、まあ、流れをなんとか持ってきた。 持ちこたえたっていうところを松山投手がやったわけですよ。もうほんで、あとはこれはもう打線がここに答えるしかないんですよ。で、まぁ板山選手がね、これ、再生記録出塁しましたと。しかも相手のミスも絡みました。いやもうこれはね、もう流れを持ってこやなあかんのですよ、もう。チームに。で、まあその後板山選手にダイソーのミキア選手、田中ミキア選手が出ましたと。で、まあその後、まあビシエド選手、村松選手、まあ最終的にはビシエド選手もね、えい、ー、い当たりのセカンドライナーではありました。 村松選手も、まあ、しっかり捉えたライトフライではありました。ただ、やっぱり、ここの二人で、得点圏にランナーを進められなかった。もしくは、まあ、田中美希谷選手が、えー、まあ、盗塁をね、えー、試みてもよかった場面やと思うんですけれども、ただもうこの9回のランナー、ほんま大事にしやんとあかんランナーです。まあ、二塁からね、ワンヒットで、美、え、希、ー、三選手なら、ホームに帰ってこれるという、足もある選手です。 だから、なんとか、この、ビシアド選手、村松選手で、絶対に得点圏に進めて欲しかった場面なんですよね。でも、まあ、これは、もう、今、今日、出てる選手のミスやと思います。ただ、こっからは、もう、ベンチワークです。いや、もう、本当にね、えっと、僕、まあ、立浪監督には、まだ、あの、全然期待してます。なんとか、この監督で、このチームを変えてほしい、っていうふうには思ってます。でも、 皆さんね、どとまあ、あの、竜並信者だとか、まあ、そういうことをね、えっと、結構、まあ、僕に対してね、えー、目にする方もいると思いますけれども、まあ、2年間は、あのー、チームを変えてくれる、チームを変えようとしてるっていうところを、まあ、冷静に見てました。でも、この3年目、さすがに、僕も、今までの行動、采配、言動、すべてを、この2年間で見てきて、 おかしいなっていう風に思う点。んでこれ2年間で、それがどんだけ成功したのっていう。そこはちゃんと自分の中でも冷静に見てきました。で、それを、現状を、今ま、その現状を、今、未だにやってるんですよ。この最後のね、9回、2アウト1塁。もうこれ何を期待しじないかっても、もこれホームランが超打しかないんですよ。 何のために田中美希や選手をダイに出したんかと。ほんじゃ、ここで、代打山本選手っていうのは、うん、あのー、わかりますよ。ワンチャン長打もあるかもしれない。で、ワンヒットで田中美希や選手なら、1、3塁になるだろうという場面を想定した、再配だと思うんですよ。で、その後、代打仮捨て、を出そうと思ってたっていうのは、多分そうやと思うんですけど、そこまではわかります。ただ、 もう9回2アウト。1点差。もう確率的にほぼ勝つか負けるか。もう負けなんですよ、ほぼね。でも、この一矢報いる、もしかしたら可能性のあるっていう場面で、ここでやっぱ気をしわなあかんのは、僕は石川隆也選手かカリステ選手、どっちかしかないと思うんですよ。このもうベンチにいる、残ってる選手の中でね。それは確かに石川隆也選手プレイに制裁書いてることもあるで。カリステ選手も昨日結果が出なかった。でも、 彼らのモチベーションとか、そういうものを考えれば、やっぱりここは石川隆也がいい。カリステで行くべきなんですよ。だから2年間を見てて一番思うのが、ごめんなさい、ファン目線ですよ。ファン目線ですけど、その選手のモチベーションやったりとかを、うまいことを繋ぎ止めるっていうのが、上手くないなっていうのは、見ててすごい思うんですよね。 もし、これ、石川高い選手、カリステ選手、どっちかを起用して、長打が出ました。まあ、それからワンヒット出ました。で、その後、1、3塁になった場面で、ここで山本ならまだわかる。逆は、違うだろうと。それが、ベンチの中での、勝つための、1点差のゲームの中の最前策なんですか、それがと。もう石川高いでダメやったら、カリステでダメやったら、ファンも諦めつくと思う。まあ、中にはね、これ山本行った方がよかったんじゃないかって言っ意見も出ますよ。皆さん、賛美両論なんでね。ただ、どっちが、 得点に一番繋がるかって考えたらもう2アウトですからね。2アウト。だから僕はここは石川高江選手がカ捨てで行くべきだったと思います。歌っともらおそもそも代打を出さないっていうふうに考えれば、まあ今日僕石橋選手がこの3打席の内容を全く見てなかったんで、あの時に代打出された時にねえ、ツイートしようと思いました。なんで石橋で行かなかったんやと。っていうふうに思いましたけど、石橋選手の打席の内容を見れるほどの時間も特になかったんで、 まあ今ね、帰ってきてみました。1打席目か空振り三振。で、2打席目はこれヒットを打ってるんですよ。で、3打席目を送りバント決めてる。で、一番選手長打ある。何のためにスタメンと、今日のキャッチャーで決めたんですかと。若いし、まだまだ何クソ魂ありますよ。もう俺がここで決めたんねんと。俺が絶対ここで打たなあかんねんと。まあそういう気持ちは、持ってる。 選手だと思います。だからその選手のモチベーションのこともあるし、モチベーションモチベーションって、そのプロ野球選手だからモチベーションをね、自分で高めろっていうふうに思いますけど、まあやっぱりそこは、指導人、管理職が、うまいことを管理していかなあかんところだと思うんですよ。会社でもそうじゃないですか。上司が、その部下のことをどういうふうに管理するか、どういうふうにモチベーション上げるか、どうやったらこの子が仕事できるようになるんかっていう、そういうことを考えるのが上司の役目でもあるじゃないですか。 歌ってもらうだからそれを立浪監督は考えないといけないんですよ。この間のね、加藤選手のいきなりの途中交代、宇佐美選手が、もうお前じゃだめやから、俺、加藤出すわっていうね、まあ、スパンとした切り方とか、まあ、そういうところとかを、やっぱりこの3年間ずっと見てると、もうなんか選手とのコミュニケーションをしっかりとれてるのかなとかで、モチベーションをどういうふうに保ってんのかなとか、ちゃんとそのベンチの中で一卒取れてるんかなっていう、どうしてもやっぱファン目線でもそこまで見えちゃいますよね。まあ、だから4月に ね、週に経った時、みんな喜んでた。でも、7月まで、8月ぐらいまで、絶対生はしやなあかんなと僕の中では思ってました。でもう1ヶ月後には最下位ですよ。ゲーム差ないとはいえ、借金後、このレイネンドドラゴンズが、この借金後を返せるとは到底思えない。も、ま、う、あ、だからその中でもね、まだあと100社に残ってるわけですよ。もうそれを僕らファンは、見ていくしかないんですよ。応援することしかできない。もう一回ファンの気持ちも考えてみてくださいよ。 こんなに毎日毎日負けて、あは中,中京中負けてるな、っていう、みんなから言われるわけですよ。辛いですよ、はっきり言って。